聴室に出勤してみたら、なんかぬいぐるみの作品がですねいっぱいあってすごくびっくりしたんですが、あれはどういうことなんですか？カンガルーの形してるんですよね。カンガルーの形してますか？そうしました。実は去年の4月だったかな、掛川市民に一瞬なってるんです。次はシャンエンナーレは2020プラス1ということで、このプラス1という意味は単に1年延ばしたよっていう、延期したよっていう意味だけじゃなくて、超日常茶飯事であったりっていうことを込めてね、今回、やらせてもらうということであります。鈴木一郎太と言います。こんにちは。掛川チャエンナーレ2020プラス1のディレクターをさせていただいております。経歴でいくと一番大きいのが、イギリスに10年ぐらい住んでいました。その当時もアーティストをずっとしてたんですけれども、まあ、戻ってくることになり、戻ってきてからは割とこう文化事業と他の分野をこう結びつけるような仕事をすることが多くて、まあ、それの元々のきっかけが、浜松にあるクリエイティブサポートレッツという、障害福祉のことをやっている NPO で、まあ、障害と社会を文化事業でつなぐみたいなことの企画を、6年ぐらいですかね、させていただいて、でその後は、まあ、町づくりであったりだとか、まあ、他の分野ですね、林業だったりだとか、いろんな分野の、ところで文化事業をこう織り込んで、そこの強みを生かしていくみたいなことのお手伝いをするっていう、あんまり一言でくくれないんですけど、そうなので、はい、まあ、文化系のなんかコンサルみたいなことを、企画屋をやっていましたね。はい、分かりました。はい、っていう、まあ、その流れで、今回その、まあ、このチャエンナーレの方でもお声掛けをいただいて、ディレクターを引き受けさせていただいているんですけれども、もう何度もこれまでいろいろお話、市長ともお話をさせていただいてますし、事務局の皆さんともお話をしてますけども、なんか改めて僕が逆に聞きたいなと思っていた、掛川市としてチャエンナーレ、をやるっていうことを改めてもう一度お聞きしたいなと思っちゃったんですけど、わかりました。掛川市長の久保田です。今日はよろしくお願いします。一郎太さんから質問もいただきましたし、自己紹介もいただいたんですけども、私一郎太さんといろんな共通点がありまして、一つはまず年齢が近いっていうことで、私は昭和51年生まれ、一郎太さんが昭和52年ということで聞いてますので、まあ一個違いですね。私の方が一個上ということになりますけれども、それから一郎太さんイギリスに今の話で10年いらっしゃったっていうことですけど、私も若い頃に2年だけですけどもいたことがあるので、私はアートとか全然縁の遠い人間ではありますけれども、ただそういう共通点があるなというふうに思って、で、まあ、今回一郎太さんみたいな、もうご自身がアーティストですし、また今回チャエンナーレに関わるいろんなアーティストの方々をつないでくださって、それをこうプロデュース、ね、してくださるっていう風な方をディレクターにお迎えすることができて、本当に嬉しいなというふうに思ってます。でチャエンナーレは4年前に始まったものでありまして、市民芸術祭という形で第1回目をやって、今回第2回目ということですけれども、3年ごとにということを考えてたので、本当は昨年やるはずだったんですが、まあ、コロナで1年延期をして、ただもうこれ以上はもう延期っていうのはやめてですね、どういう状況だろうともうやれる範囲でね、まあ、デジタルを活用したりということでやっていこうという形でね、今やらせてもらってるということです。これから来月の16日からスタートしますけれども、前段階として、まあ、関連の事業ではないとは思うんですけれども、今日ここで街角、ラボラトリーという場所で発表の場をご用意されたっていうのが、チャイナーレの1月2月ぐらい前になるんですかね、からスタートしてると思うんですけど、そのあたりっていうのは、そうですね、はい、よく聞いてくださいました。今日我々がこの対談をしているこの場所は街角ラボラトリー、場所的にはこだわりっぱ横の、まあ、掛川城近くのですね、この場所で今対談をやっています。でこの場所は少し前にこういう、PR の場とか
あるいはコミュニティスペースとしていろんなワークショップをやれたりとかですね、本来もう少し作品の提示もできるようなね、そういう場として計画をしたんですが、なかなかコロナ禍の中ということだったので、主に今はちょっと撮影とか動画のを制作されるような方に使っていただいたりとか、あの小さめのワークショップをやってもらったりっていう形で活用されているのかなというふうに思います。なんかあのやっぱりここの場所も当初の目的というか、あの目指すことがあって、だけどまあこの今の状況を受けてどうしても見直しをしなきゃいけなかったところはあると思うんですよね。 でもその中で、その見直しをした中で皆さん試行錯誤していろいろな活動をしていくっていうのは、まあ、すごいたくましいなと思うんですけど、実はその見直すっていうことを結構考えているというか、その先ほどちらっと自己紹介で言ったいろいろな分野のところにこうアートを織り込むみたいなことを仕事でやってきた中で、それが何のためになるのみたいなことをよく言われるんですけど、要はなんか見直す機会になるんだっていうことを常々言っていてですね、例えば普段福祉の事業の中でアートのことをやるっていうのは、あのそういう事業者さんもありますけど、そんなに多くはないけれども、それを取り入れることで自分たちが普段持っているものを見つめ直す機会が生まれてくる。でそこからあの次の活動につながりが生まれるんじゃないかっていうことを、まあ、期待をして、あのこれまで仕事もしてきているんですけれども、今回ここの場所が見つめ直しをして、スタジオ的にこう活用していくっていうなった時に、今度チャエンナーレっていうのも、その超日常茶飯事っていうことを僕の方で、実はコロナの前にの設定をして、皮肉ながらすごい現実が本当に超えてきたなっていう感じはするんですけれども、そういう見つめ直しの機会を作りたいなっていうふうに思っていたんですけど、久保さんの方でこう超日常茶飯事っていう言葉いいと思ったんだよねっておっしゃっていただいて、そのあたりって、コメントいただけたら、ありがとうございます。今回ね、石黒さんにお出しいただいた超日常茶飯事という、まあ、今回のチャエンナーレのこうテーマなんですけども、やっぱりいろんな意味が込められてるなっていうふうに思っていて、で我々はこう文化とかっていう話になると、なんかこう私もそう考えがちなんですけどね、私も例えば絵がわからない人間なんですっていう風な中で、ごく一部の方のための文化事業っていう風になりがちじゃない、文化人っていう言葉もありますけれども、だけど本当はそうじゃなくて、多分いろんな方、全ての市民がどっかで文化とか、あるいは音楽聴いてたりとか服を選んだりとか、いろんなところで本当は関わってるはずなんですね。ただそれをもっとこう意識をしてね、でそのプロの人とかだけじゃなくて、いろんな人がこう楽しめるようなね、そういうものじゃないのかなっていうのをちょっとこう提案したいみたいな気持ちもあるもんですから、だからそういう意味でね、今回のテーマ設定すごくいいなっていうふうに思いました。どうしてもね、文化芸術みたいなことって選ばれた人のものとか、特別な能力のある人のものっていうのがあるけれども、ちょっと話飛んじゃうかもしれないですけど、オリンピック・パラリンピックありましたよね。語弊はあるんですけど、パラリンピックの方が僕楽しめたんですよ。もちろんオリンピックに出ているトップのアスリートたちの技を見たりとか、それに心を動かされるっていうことももちろんあるんですけど、遠いんですよね、なんとなく、パラリンピックのこの競技を見ている時って、その競技の競ってることの楽しみももちろんあります。それはオリンピックを見ていても競っているところを見れる。でも一方で人間そのもののこう体の使い方とかを見させてくれている、それがねすごく近い感じがするんですよ。で近いって言っちゃうとすごい、もしかしたら気を悪くされる方もいるかもしれないんですけど、でもこういう試行錯誤なら僕もできるよって思わせてくれるような部分があって、そういう気持ちの近さがあったんです。だから文化芸術に関してもその近さっていうのはあっていいと思うんですね。僕もついいやいや僕楽器弾けないんでとか、音楽ちょっととか言っちゃうんですけど、いやでもこう叩いたら音出るし、でこれを恥ずかしがらずにできるような場がどういうふうに作られるのかとか、
そういう環境っていうものがあることが、それを作っていくことがおそらく行政的な、要は広く一般市民の方々に届けるっていう意味での文化行政のあり方、文化政策のあり方なのかなと思っていて、なのでそんなような思いを込めて、その超日常茶飯事っていう、遠くしたくないっていう片鱗だけでも今回は届けられたらなっていう思いはちょっと持っていたんですけど、本当にパラリンピックね、掛川出身の杉浦佳子さんだとかね、山本篤選手の活躍もあったんですが、やっぱり私も見てて、いろんなこう選手の競技っていうものがやっぱり美しい、そしてかっこいいっていうのを純粋にやっぱり感じて、でそれってなんかこう美に対するものっていうかね、それとこうすごく似てるなっていうふうにね思ったんですよね。ですから本当にそういうものを多分多くの方が感じたのが今回のね、オリンピック・パラリンピックだったと思いますし、こういうねチャンネルとかを通じてアートっていうものにももっともっとこう身近に感じてもらいたいっていうのがね、ありますよね。そうですね、自分の中に多分創造性はあって、発想力も持っていて、それを蓋してしまってるのはもしかしたら、自分自身がただやってるだけで恥ずかしがってるだけかもしれないとか、なのでなんかちょっとしたことでもこう一歩踏み出すみたいなこととかが起こると、ね、あなたの夢書いた続きは掛川でって書いてありますけど、やるのは自分しかないので、だから皆さんが芸術活動をしなきゃいけないというふうには僕は思ってないんですけれども、発想力磨くっていうのは家庭の中でも自治会活動とか、あとは仕事の中とかでも確実に使えるものだと思うので、僕はそういったところが刺激されるのが街の中でやる芸術祭というもののあり方かなと思っていますって、僕普通に今自分が喋っちゃいましたせっかくなんでね、今日のこの機会に石橋さんに私聞いてみたいことがあるんですけどね、今一般の方にこうどう広めるかみたいな話を少ししてたんですが、石橋さん自身はご自身がアーティストであり、かつ他のアーティストをこうつなげる役割だったりね、アートという業界をこう仕上げるようなお仕事されてると思うんですが、今回のそのコロナパンデミックというものがプロのアーティストに与える影響っていうかね、例えば絵画であれ何であれ、その制作のやり方とかねっていうことは何か変わったりしたのかっていうことなんですけれども、影響を受けてない人は、多分世界中にほとんどいないと思うんですね、だからもちろんアーティストも影響を受けていると思います。こんな感じでヒゲも生やしたとかしてるから、アーティストだっていうふうに言われがちなんですけど、実はアーティストとしては全然何もしてないですもん、そういう肩書きも使ってなくて、本当裏方で、あとマネージメントの専門性で仕事してたりするんですけど、周りを見ていて、大きく芸術家に、アーティストに影響があったなって思うのは、自分たちが置かれていた環境が恵まれていたっていうことに気づいた人は結構いるんじゃないかなと思っていて、例えばなんですけど、舞台芸術、公演があるようなタイプのものはもろに影響を受けてますよね、お客さんが入れられないとか。でそういった時にすごい専門性が分かれてるんですよね。俳優は俳優でこうパフォーマンスする、で音響さんがいて、照明さんがいて、衣装さんがいてとかっていう、すごい分業が進んだ業界だっていうふうに僕は思ってるんですけど、それはそれで一つこうその個の力が合わさって作品を作るっていうことが磨かれてきたんですけど、逆にそればっかりやっているともうめちゃめちゃ人が必要になっちゃう、ものすごい密な状況になってしまう。で一つだけ磨いていればよかった、の技だけ磨いていればよかっただけれども、これとこれをやんなきゃいけないとか、もっと他の幅広い目線を持たなきゃいけないっていうような気づき、要は広くものを見なきゃいけないとかいう気づきはあるんじゃないかなっていう気がします。だから自分は肩書きとして何々だからこれだけやってればいいっていう風なのではなくて、何々なんだけどこれもできますみたいな技を増やしていくというか、専門性に頼っていられなくなっているかもしれないな、それは僕はいいことだと思っていて、一人一人の幅が広がっていく、で一言で自分の自己紹介ができなくなるみたいなことになるのかもしれないんですけど、
でもそれでいいと思うんですよね、うん、今回はそのいろんなアーティストの方がね今回のチャイナルにも関わってくださってるんですが、その彼らとのこう一つのやり方とかねコミュニケーションっていうのはどういうふうにやられたんですか、うん、そうですね、まあ、最初の頃に直接やり取りはさせていただいてますけども、うんうん、その後はもうほとんどリモートで、リモートで、うん、あのやり取りですね、あの、うん、本当はね掛川に通っていただいて、で、あのいろいろな方々とこう交わって、あのその制作のプロセスっていうところを掛川の皆さんと一緒にやれたらなと思ってたんですけど、まあ、なかなか事情が許さないところもあったので、削らざるを得ないところは多かったんですけど、でもあの一部あのそれこそここの場所も、お借りして、リモートで、掛川の方々とアーティストが一緒に作品をこれから作っていくっていうような企画も動いてますし、あんまり言いたくはないですけど、本当はやりたかったなみたいな、まあ、それはそうですよね、本当はね、こうじゃなければみたいな気持ちは、我々もねお迎えしたかったですけれども、うん、はい、あのちょうど先ほどあの視聴室を開放して、まあ、アート作品をあの展示していただいたっていうことをやってきたんですが、さっき視聴室に出勤してみたらなんかぬいぐるみの作品がですねいっぱいあって すごくびっくりしたんですが、あれはどういうことなんですか？あれはどういうこと、あのカンガルーの形してるんですよね、カンガルーの形してました、そうしてました、はい、市長の椅子に鎮座しているっていう辻博さんっていう作家の方の作品なんですけれども、考えるカンガルーっていう、考える、考える、はい、もともとそのいろいろなところでワークショップ形式で行っていた企画が富士山が持ってらっしゃる企画があって、でそこでこうおもちゃが集まってくるんですね、で不要になったおもちゃが集まってきて、ものすごい大量のおもちゃが富士山のスタジオとかに行くとあるんですけど、すごい綺麗に分別してあるんですよ、そうそうそう、色がね、うん、同じような色のやつをねすごい合わさって、なのでその考えるカンガルーは、うん、あのほぼ茶色系のものでこ う, そうのぬいぐるみが集まって、何体のぬいぐるみを使ったんだろうっていうのが分からないぐらいでしたよね、うん、あれ、はい、で大体、まあ、等身大かちょっと小さいぐらいの大きさのカンガルーが市長の、ね、テーブルのところにいるんですけどそう、まあそれと、うん、まあ、他も含めて旧作家の作品を視聴室の中に、うん、あの展示させていただいて、うん、まあ、オンラインで見えるように、うん、あのこれからしていくんですけど、そうどうしてもやっぱりこう、うん、お客さんを遠方から迎え入れるのが難しくなる可能性がず、うん、まあ、どうしてもあったので、あのオンラインの企画っていうものは作っていこうっていう中で、せっかくのチャエンナーレの機会なんだから、こういう時にしかなかなか開けない場所を、入れない場所にこう入っていけないかっていうのを考えたんですよね。そうですよね、うん、まあ、オンライン上のものであれば、警備員さんを立てる必要もないですし、時間の制限もない夜中でも入ることができる、そういう疑似体験ができるなっていうふうに考えたので、マターポートっていう技術を入れて撮影をするんですけど、イベントごとってまあこれまでもいろいろ携わっては来てますけれども、うん、こういうこと言っちゃったらですけど、そんな好きじゃないんですよ、うん、あのめちゃくちゃ労力かけるんですよね、関わってる人たちが、ですごい負荷かかっちゃって、でもちろんそれのが報われるっていうこともある、そういう喜びはもちろんあるんですけど、さっき言ったその日常っていうところから遠いんですよね、非日常だから楽しいっていうところがあって、まあ、それは僕じゃなくてもやる人いっぱいいるだろうと思って、もっと専門性高い人いるから、で僕は思うのは、そのイベントごとっていうものをきっかけにして、または口実にして日常のところに変化を作るっていうことができないかっていうことをいつも考えていて、なんか今回は、チャエンナーレなんで、すいません視聴お願いしますって言って、あの今日開けていただいて、掃除までね、片付けもだいぶしていただいたしましたけどようなんですけど、っていうのってなかなか普段いきなりは言えないじゃないですか、だからこういう機会だからっていうことを、あの言い訳にして、あの話を持っていく、でそこが開かれるっていうのはどういう、今回の場合でいくとその人を知るってことだと思うんですよね、であのそれは距離感が近くなるということだと思うので、うんうんうん、今回は視聴室と議場を、うんうん、あの開いていただいたんですけれども、うんうんうん、
これはまだ僕のただのアイディアで、どうなるかまだ全然わかんないんですけど、例えば普段なかなか開けない場所、どこかのまた別の会社の社長さんの社長室だとか、なかなかあんまり大勢の人は入れたくないけど、実はちょっとあの中面白いんだよねっていう建物とか、なんかそういった場所を例えば工房をして、そこをまあ開いていく。でそれってそういう場所がこういろいろこうデジタルのデータでこうストックされていくと、それは掛川の普段見えないところを見せるっていう、その違った顔の側面を見せるっていうことにつながるのかなと思って、でそういった場所を公募してさ、あの展覧会するんでお願いしますっていうのをチャエンナーレの後とかに事業として動き出したら面白いなっていうことをちょっと思いながら今回やらさせていただきます。今回ね、今日対談してる今日時点でもまだ緊急事態宣言まだ開けてないんですけれども、そういう中でこのチャエンナーレをどうやるのかやらないのかね、そのどうやるのかっていう議論を随分したんですけども、まあ、あの今回どういう形であろうと、あるいはもうほぼデジタル専門になっても開催しようというふうになって、だけどそれは単にリアルでやるものの劣化版じゃなくてね、そうじゃなくてデジタルだからこそできることをね、やっていこうという意味合いで、まあ市長室だとかね、議場だとか、普段誰でも入れる場所がないよということを、そのデジタルだからこそこうね、映像を撮ったりして誰でも見れるようにっていうのはすごく面白い試みだなと思って、はい、だからこういうふうにね提案いただいてすごく良かったなっていうふうにね思ってますけどね、そうですよね、なんかまあね、嘆いてるばっかりもね、辛いので、そうですね、ポジティブな側面も、あの見つけて、あの楽しめるところは、または面白がれるところは面白がっていくっていうことも必要だろうとは思うんですよね。おそらくそんなことも本当に皆さんやってると思うんですよ、今のこの状況になった中で。だからそれが僕は多分超日常茶飯事っていう、その日常を一歩超えていくというか、踏み出すっていうことになるだろうと思っていて、そのなんでまあなんかこう、その時のあとはまあどれだけ普段の固定してしまったこう固定概念みたいなところから離れて発想を豊かにしていけるのかなっていうところで、おそらくそういった時にアーティストの存在っていうのが役に立つのかな、あの役に立つというか、まあヒントをくれるというか、じゃあすみません、今日はいろいろなお話を伺いましたけれども、最後にあの掛川市民に対しまして、あのチャエンナーレのこういうところを楽しんでほしいというメッセージをぜひ城田さんからお願いします。はい、まあ、10月16日から、掛川チャエンナーレ2020+1、いよいよ、開催となります。実は僕去年の4月だったかな、掛川市民に一瞬なってるんです掛川市の方に引っ越してきて、で準備をスタートしていたんですけれども、まあ、延期という状況になってしまったので、ね、今はちょっと物移ってしまったんですけれども、一時期あの掛川に住まわせていただいてました。でその中で本当にいろいろな顔を持った町だなというふうなことを思いました。いろんな顔を見つけるで生かすっていうことは、おそらく実は住んでいる人たちしかできないことなんじゃないかと思っています。ただ普段見えてないところとか気づかないようなこととかを作品を通じて見ていただけるところがあると思うので、そういった目で作品を楽しんでいただけたらと思っております。ただ楽しんだ後のどういうふうにそれを生かしていくのかっていうのは、掛川を盛り立てていくっていう意味で、掛川市民の皆さんの力だと思いますので、ぜひとも活用していくということも考えながら、楽しんでいただけたらなと思っております。どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。掛川チャエンナーレは2020+1ということで、このプラス1という意味は単に1年延ばしたよっていう、延期したよっていう意味だけじゃなくて、新しいやり方をね、そのプラスワンという、先ほどのデジタルであったりとか、普段見れない場所であったりだとか、超日常茶飯事であったりっていうことを込めてね、今回、やらせてもらうということであります。今日石本さんディレクターとしていろんなお話を伺いました。まあ、そういういろんな工夫とか思いが込められたチャエンナーレでありますので、ぜひ市民の皆さん、あるいはデジタルですので多分市民じゃない皆さんもご覧になってくれるかもしれませんけれども、ぜひお楽しみいただければというふうに思います。
ご視聴の皆さん、そして一郎太さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。